週刊文春がですね、はい、またもうこれ引き継いで3週目かな、はい、4週目ぐらいなんですけど、はい、岸田派遣政権裏の顔を打つっていう、うん、あのまた特集をトップで組んでるんですけど、はい、ここでメインでやってるのはやっぱり出だしはですね、はい、あれなんですよね、細田議長のですね、電話の件ね、はい、これをですね、中心にやってるんですよ、うん、この細田さんの件監督なんかどう、まあ、これはねこれ、うん、そういうねお互い様なんですよというのはねお互い様やっぱ食い込もうと思えば、はい、それはね私はね、うん、あの女性記者だったら、うん、自分の魅力を売り込みますよ、うんねはい、お手もやんじゃ相手にされないけど、うんねうん、勝ち面子じゃ相手にされないけど、うん、だからやっぱりそういうことはね、報道機関の方もね、うん、よりすぐりの、ね、これはというね送ってきますよ、うん、これは人間社会の習いですよ、うん、それはどうしたって言うんだと、うんね、例えばやったとかやらないって言うんだ別ですよ、うんね、そうそう、そういう事実もないのに関わると、うんね、ただね一緒にねお茶でも飲もうよとか、うん、ね膝枕お願いしたいとか、はい、もみもみしてねぐらいがなんだ大人の会話でね、はい、ね電話してるだけでしょだってそうだいやそれおっしゃるように、うん、じゃあその彼のその部屋にね、うん、連れ込んで、うんなんとかしたっていうのは別だけどただ電話してさ、はい、一緒に何プラネタリウム見ようとかさ言ってるだけでしょ言ってる そんなことはまあ、はい、その80近くなってですね、はい、やるのもいかがなものかとは思うけどそれ立派ですよ、はい、その元気があればなるほどだけど、はい、それがそんなにね、はい批判されるべきことなのかなと僕なんかは思うんです、はい、でそれが嫌なら、はい、その女性記者たちがそういうことはやめてくださいと言えばいいんじゃない、はい、それは今監督もおっしゃったように、うん、女性記者たちの方にもスケベル心がある、うん、あるいはその会社のデスク上司から怒られる、うん、言ってなければねだからそういうことを言わないわけで、うん、じゃあはっきり名前を出してですね私はこういうこと言われたけど嫌だと、うんだから部署変えてくれとかね、うん、あるいはその細田さんに抗議してくれとか記者として、うんはい、ねデスクあたりに言えばいいんじゃない、はい、それを言わないでおいて、うん、そのまあそれくだらない電話だからさ、うん、それは週刊誌の記事としてはまあ面白いかもしれないけれど、うん、これを2週も3週も、はい、その細田さん追及するっていうのもいかがなもんかなとちょっと思うんですよね、うんそれでそこからまあ要するに選挙批判の件になりましたからね、はい、ちょっとその文春のあれは変わってるわけですけどそのあれだって選挙の時ビラ配りしたと、うんはいはい、いうやつでビラ配りの その、はい、ビラ配り代として、6、7000円渡したと、はいうん、こういうことでそれ厳密に言えばその公選法に違反しているのかもしれないけれどそれ多分ですねどんな代議士もやってるんだと思いますよ、うん、でビラ配りはビラ張りはビラ配りのビラ張りは別に法律的に違法じゃないわけです、はい、だけどそれだけじゃなくて他のことをやってるからその何ていうか違法って言われてるんですけどだってそれ多分ねこれはもうみんなやってることだと思います、うん、これはむしろ公選法の方がね遅れてんだとあれを早く変えないといけないですよね思いますウイス上のそうウイス上の河合さんのねウイスの日当問題でもね、はい、1万円なんて今時誰も来ないと、はい、大体普通3万円でやってんだと、はい、それをその普通の代議士連中はうまくやってたわけですよ、はい、だけど河合さんがちょっとそのなんていうか慣れてないっていうか、はい、慣れてないって言ってまあ6回も当選しててそれもどうかと思いますけど、はいうんまあその領収書くれみたいなこと言っちゃったからね、うん、おかしくなったわけで、はい、だけどあれはむしろ公選法の方がおかしいんですよはっきり言って、はい、だからそれを変えてほしいと思いますそれで、うん、まあどうなんですかねそのまあ電話ね、はい、和田君なんかどうなの電話は電話って何ですかいやこれ電話でパワーセクハラだって言うんですけどああでもまあ誘って普通に誘ってるだけですから誘ってることをセクハラだって言われるんだったら誘ってるかって別に本気で誘ってるとも思えないんだけど、はい、はっきり言ってでもプラネタリウムを用意してるっていうのが女性から来ちゃったら困るんじゃないかなとこれを用意してるってのは結構いけるところまで行こうと思ってるんじゃないかって浮きはしますけどねそうなの、はい、これは本当にこの言葉がありね、うん、そうですね最近入るニートゥ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 ニートうん、このね男もそんなの女性だってそうなの、うんはい、私なんかね、うん、ね、
あの私と一発やったらね、5000万貸すわよと言われて、ね、どれほどひどい目にあったか分かったんですか、ね、5000万返済するために、はいね、こんなのね、もう芸能界の世界でも、はい、ね、はい、もう日常茶飯事なんですよ。女性の権力を持っているプロデューサーとか、はい、作家だとか、うん、そういう人たちがね、うん、イケメンのお兄ちゃん捕まえて、うん、ある占い師なんかはね、うん、ホストクラブのやつ専門でやってたっていうんだけどね、はい、そういうもんなんですよ、うん、男もやることは女性もやるんです、うんね、そういう視点がないから、うんね、なるほど、騒いでんのこうして、ね、じゃあこの中でもってね、うん、女性の名だたる、うんね、立場にある、うんねうん、あの女性の第二子が、うん、そういうことをしたことないのかって言うんですよ、ね、したことあるかないか、うん、宮野純子さん見なさいよ周りも下の男を捕まえて、結局結婚して落ち着いてますよ、だから減引してますよ、それもそれでいいんだと、はい、だからそういうそれぞれのねこう引力の関係があって、はい、一概にいいとか悪いなんてね、はい、色恋沙汰でね、はい、そういうことを介入してくるのは日本ぐらいじゃないのこれ、はいねはい、考えてやってるんですかねこんなこと、はい、あそうね、はい、それでここであのもう一人あのやり玉に挙げられてるんですけど、はい、これがあの公明党のですね、はい、あの去年 の, あの衆院選にあの立候補した、まあ大沼信樹さんっていう人なんですけどね、はいはい、この人があの衆院選の最中にもですね、はい、無修正の成功動画を公開していたと、ツイッターに、しかも公明党ですよこれ、そうです、うん、公明党で無修正で、うんうん、まあ、あのフォロワー数も2万5000人いたっていう、ねうん、でまあ自分でしかも自分で撮ったっていう、そう、うん、こういう趣味があるんですね、うん、そういうの性格あるんですか、はい、あみんなそういうのあります、自分自身、ね、要するにね、山崎拓ちゃんが、ねうんうん、私は今度生まれ変わったら AV 大臣になるって言って言明してたじゃないですか、彼は自分で自分のことサオシって言ってました、うん、だからそういう自分自身のね、はい、性的パワーをね、はい、世間の皆様に知ってもらいたいと、はい、こういう欲望あるんですよ、はいあるのね、そういう欲望があってね、もうその中の事実のないの性に、ね、権力欲とか、はい、金欲とか、ねうんねはい、いろいろあるんですよ、はい、一番ねやっぱりね、注視しなきゃいけない、うん、人間にとって大きなものは名誉欲ですよ、うんねうん、自分を知る者のために人は死すという言葉があるじゃないですか、うん、だからこれだけの実力あるのに、うん、自分だけの周囲の人間だけのものにしておくのはいかないと、うん、ぜひ選挙民の皆さんに知ってもらいたいと、うんねうん、俺はね東の西の村西だっていうのがいるんですよ、うんこれはあれですよ、創価高校から創価大学教育学部に進んだ学会エリート、既、はい、婚者で妻との間には子供がいます、うん、そんな大沼氏がですね、思わず仕事中なのに立っちゃった、周りに人がいるけどデスクでこっそり顔出してあげましただと投稿職場とおぼしき場所でズボンから出した局部をアップにした写真を公開したいって言ってたんですね、はい、そうですね、こんなことすごい信じがたいんだけどね、あれにはこんなの我々の業界ではもったいない、もったいない、この辺でうろうろしてないで、はい、ブラックが間違ってるんですよ、うん、衆議院議員なのかなんないで、そんなことよりいらっしゃいと、なるほど、あとはもう一人はあれですよね、週刊ポストが置いてあれ、はい、あの吉川衆議院議員のパパ活っていうんですか、そうですね、あれはどうですかね、あれはね、まあ、これもあれやる18歳の女の子にね、はいはい、禁じられてるね、うん、酒なんか飲ましちゃいけない、はい、この一点だけですよ、まあなるほどね、これが彼の失敗、うん、酒なんか飲まさないで、うんね、いたした関係であれば、うん、それはご本人同士の問題で、まあ、18歳は成人だって言うんだから、ああなるほど、だからこの一点は責められるべきよね、うん、お酒を飲ましましたかと、うん、お酒を飲ませたことについては申し訳ない、うん、この一点だけで謝ればいいんじゃないですか、うん、そうですね、やまたね、情けないことにね、うん、逃げ回るんだね、うん、はい、ね、そうです、そうそうそう、なんで逃げ回るんだろうと思って出てないんですから ね、はい、逃げ切れないのに、はい、そうそうそう、そういう先が読めないんだね、はい、お前俺は逃げ切れないなと、はい、ね、これはもう辞職するしかないなと思って万歳すればいいでしょ、うん、もうこの何かね話の上でさましい話になっちゃったんだけど、うん、6月の末のねもらえる300何十万のボーナスが欲しいから逃げ回ってんだという声があるんですよ、うん、ありますね、ね、はい、でも300何十万のボーナスの欲しさに世間に、うん、顔をさらしてね、うん、これ針のむしろでこれから2週間、まあまあ月末まで長いよ、ね、いやもうそう離党はしたけど辞めてないという状況、女性のいる店で知り合った子が食事に行きたいって積極的だった、
その子は男性経験がないからどこかで経験したかったらしくって、初めては優しい吉川さんがいいからってホテルまで来てシャワーを浴びた。でも彼女が過呼吸みたいになっちゃって本当困っちゃったよってこう言ってる。まあポスト、週刊ポストではその女性を捕まえて、はい、あの過呼吸になっちゃったからあのしなかったみたいなことをちゃんと喋ってます、うん、はい、編集長ね、うん、最近注意しなきゃいけないのはね、はい、こういうね、うん、妻と娘っての多いんですよ。いやだからね、これもねそういうものかなと思わないと晒してやろうと思って。そうなんだ、ね、だから、ね、本当に気をつけないとね、うん、あとね、うん、やろうわ、うん、ね、これに綺麗じゃなきゃダメですよ。あ、ね、でもちゃんと4万円かなんか払ってるんですよ。4万7万じゃなくて、はい、少なくともガサッと聖徳太子の一束ぐらいポッと、ね、はい、やらなきゃ、うん、一束渡してね口止めしたってそれでも晒したって言うんだらね、うん、これはね、はい、女の方に問題があるんじゃないかと思います。ただね国会議員でありながら、うん、ね、これは7、6万とか4万とかって言ってるんでしょ、まあまあ、そうですね。なんでもね問題なのはね、男がスキャンダルになるのはね、うん、ケチだからですよ。なるほど、はいはいはい、蓋をしないの、うん、お腹その蓋をするためにどれほど金使ってきたか分からない。うん、ね、これしかも、まあ、一番問題にされてるのは小選挙区で比例復活してるからっていうことで、うん、まあ、結局党の責任が問われちゃったけど、ね、党が、うん、でも比例復活した人間は党がが議員辞職させられないっていう法律は良くないですよね。小選挙区で受かった人間は、まあ、自分の顔で自分の名前で受かってるわけですから、自分は信任されてるんだと、開き直ればいいんですけど、小選挙区落ちてるわけですから、ね、落ちてからの話ですから、そこは党が、まあまあ、お前は辞めろって言ったら、それは本来議員辞職しなきゃいけないっていうか、そういうルールになってでなきゃ、このその今言ったその三なんていうかその、吉川議員とかね、うん、この公明党のあの候補とかはね、うん、確かにこれはまあハレンチってハレンチですよ、はい、だけど細田さんの件は別としてとその3つを組み合わせて、うんうん、岸田ハレンチ政権裏の顔を打つっていうのはちょっとタイトルとしていかがなものかなと僕は思うんですね。だって岸田さんに何の関係もないのこれ。はっきり言って。まあいや岸田派だったっていうだけです、ね。まあそうか。吉川さんがね、うん、岸田派だったっていうだけですから。これで岸田派連立政権と言われちゃ、はい、ちょっと岸田さんに、まあね、はい、別に岸田さんのかと思うわけじゃないけど、はい、気の毒かなと、まあそうですね、私は思いましたね。これは国会議員っていうのは自営業者の集まりみたいなもんですからね。うん、一人一人がもうあの自分のまあ、あの仕事として、うん、あの会社持ってるみたいな組織ではあるんでね、うんうん、まあ、そこは集合体として自民党ですけど、うん、まあ、そういう中ですから、だからあの教育しきれないですよね。しきれないそんなまさかこんなことやってたら分かんないですからね。はい、はい、もうね、当選したやつはそういうことはやめなさいなって、わざわざやんないですよね。やんないよ、はい、